記録的な物価上昇で賃上げの機運が高まる中、経団連と労働団体連合のトップが会談し、今年の春闘が事実上始まりました。物価動向を特に重視しながら、企業の社会的責務としてコロナ禍と物価高に多くの国民が苦しい思いをしています。日本全体で継続した賃上げを実現できるようにしてまいりましょう。 連合合は定期昇給とベースアップ、合わせてて5%程度のの賃上げを求めいいます。す。28年ぶりの高い水準です経団連は問題意識や方向性などはほとんど一致しているとしてベアを中心とした賃上げを前向きに検討するよう企業に求めていますが連合が求めている水準はこの10年ほどの実態と乖離が大きいとして慎重な姿勢です。 雇用形態や性別などによる格差の是正や中小企業も賃上げできるよう取引価格の適正化を進められるかも焦点です。